こんばんはこんばんは。東京都出身高校3年あ東京都出身18歳の小田倉玲奈です。よろしくお願いしますこんばんは、こんばんは。どうしよう。じゃあリコからもらった、リクエストから始めますよいしょ。私も今見たんですけど、れいなちゃんへ、お嬢様言葉で配信を見てくださっている方に告白をしてください。難しい。なんだお嬢様言葉、なんだろう。なんだろう上に上い難しいな。なんだろう。じゃあ行きますごきげんよう私のことを好きになってくれてもよくってよこんな感じですかね。合ってますか。お嬢様、お嬢様なのかなはいありがとうございます恥ずかしい。じゃあ今日は皆さんの質問とかコメントとか読んで知ってもらえたらいいなって思ってます。あと私すごく喋るのがゆっくりなので、今日は早口でいきたいと思います。こんばんは。なんだろう。あ、ゴルフ最近やってる。ゴルフはおもてなし会以降はツアーと重なってたのであんまり触れる機会がなかったんですけど、最近始めました。また始めました。なんだろうな、 100をスコア100を超えられるように頑張ってますれいなちゃんの、なんだ、ちょっと待ってね。あ、髪染めた。髪はちょっとだけ明るくなりました。わかりますか。嬉しい茶色なんですよ。なんか今日藤吉さんにそれいいねって言ってもらいましたなのでずっとこの髪色にしてようかなって思ってますなんかあるかなフ静寂の暴力好きです、ありがとうございます。なんか昨日は3期生のみんなで夜中に100万回再生いったねっていうのを喜び合ったり、今急上昇の音楽かな、急上昇の3位のところに静寂の暴力がランクインしているみたいで、みんなで喜んでます。ありがとうございます。たくさん聞いてくださいね上に上だけど下に行くときは何ですか。なんだろう、なんだろうな。なんだろう。難しいぞ。下に。難しいのでちょっとパスでお願いします。100万回おめでとうございます、ありがとうございます、嬉しいです。じゃあどうしよう。
生殖の暴力のなんか裏話とかしますね。なんかあるかな。静寂の暴力は、あの服の種類が、衣装の種類が3種類あって、ピンクと黄色と白なんですけど、私はピンクを着てました。結構厚手なので踊ってるといっぱい汗が出てきます。なのでミュージックビデオを見てくださった方、結構そのなんだろう、3期生のみんな汗かいてる風に見えると思うんですけど、本物の汗と水です大丈夫かな、私すごい話下手くそ。あ、ピンク気づかなかった。へえ、そうですよね、白とピンクが結構似てるからかな。ピンキーオタクラ確かにピンキーオタクラですねうんうん、熱波師がいたんでしょ。あ、そうなんです。糸ちゃんが熱波師で、あのなんだっけな、すごいでっかいタオルみたいなんでこうやってやってましたよかったですなんだろう、藤吉さんとのエピソードありますか。藤吉さんとのエピソード、そうだな、あ、ツアー中にあのお土産をいただいて、チョコレートのこのカンカンに入ったチョコレートをいただいたんですけど今そのカンカン、そのカンカンに宝物を詰めて大事にしてますあと今日ここ藤吉さんにこうここ掴まれました嬉しいなえ、もみあげって、何もみあげって、え、なんだろうスタオバの感想、スタオバの感想昨日あれですよね、あの CDTV さんで先輩方が披露されているのを見たんですけど、なんだろう、そうだな、感想は、あの大阪公演の3日目に初めて皆さんの前でこう先輩方が披露されている時に、私も初めて先輩方が踊っていらっしゃるのを見たんですけど、もうなんか先輩方皆さん音楽を全身で感じて、こう全身で踊ってるっていう感じがして、すっごいかっこいいなって思ったし、藤吉さんもかっこよかったです。なんだろう、なんかスタートオーバーの中の主人公の皆さんがそこでちゃんと生きてるんだっていうのをなんか感じました。それを昨日の CDTV さんでも見てて感じて、もう涙が出そうでした。お月様ポーズ、お月様ポーズ、あ、これか、こういうやつメンバーの方言映る、あー、なんだろう、あ、なんだろうばっかり言っちゃう、あのそこ曲がったら桜坂でお化け屋敷の回を見てくださった方いるかな、見てくださった方いたらわかるかもしれないんですけど、山下静香、しーちゃんがすごい関西弁が強くて、それは映りますね。じゃあ、追い詰められてナダルさんが降臨する山下美月さんやりますいきます燃えてです恥ずかしいやかましいわって言ってましたね、これ
絶対出んで。マトのミオです。マトのミオ、あ、マトのミオのモノマネもしますね。じゃオーディションの時のマトのミオやります。あ、高校1年生16歳マトのミオです。あ、福岡県出身です。です。似てますか？似てるかな。マトのミオです。しばかれるでって書いてある。いやー、怒られちゃうかな。そう、昨日と、あ、昨日じゃない、土日にリコとリカが私のモノマネしてくれたんですけど、似てますか？ちょっと私がここに見本を置いていって、次からのみんなが似ているかちょっと比べてみてほしいのでやりたいと思います。小田倉玲奈18歳高校3年生東京都出身です。置いときます見本を。あ、あるかな。お、望遠鏡買いました。すごい、望遠鏡買ったんですか？私もあります、お家に。なんか幼稚園くらいにもう空を見るのが好きで、両親がそれを見てあの望遠鏡を買ってくれたんですけど、結構初心者の人にも使いやすいって感じなので、お揃いにしたらいい、結構いいかもしれないです。結構楽しめると思います。なんかあるかな。なんかないかな。ツアー中の話とかもしようかな。ツアー中打ち上げ、どっか行っちゃった。ツアー中のエピソードなんかあるかな。ツアー中は、あ、私があの福岡公演の3日目にみんなと一緒にホテルに泊まったんですけど、その時私一人のお部屋で、あ、福岡公演じゃないや、大阪公演の3日目に一人で、その一人のお部屋に泊まったんですけど、それをあのしーちゃんに一人部屋なんだっていう風に話してたら、それを聞いてらっしゃったハブさんがなんか、え、じゃあ一緒に寝るって言ってきてくださって、3期生みんなですごい黄色い悲鳴が上がりました。え、いいんですかみたいな。一緒に寝たかったですね。ケータリングで一番美味しかった食べ物は、美味しかった食べ物は、福岡公園のあのもつ鍋が美味しかったです。私もつ鍋にすごい苦手意識があって、食わず嫌いみたいな感じだったんですけど、美味しすぎて東京に戻ってきてからもいっぱい食べました。一人でもつ鍋をお昼に食べに行ってます。ラーメン替え玉した？しましたよ。ラーメン替え玉したんです。リカと一緒に食べました。めちゃくちゃ美味しかったです。シンシンさんかな、あだ名ありますか？あだ名難しいですね。あだ名なんだろう。あのドキュメンタリー見てくださった方の中では結構先生方が小田倉ちゃんっていう風に呼んでくださってるので、小田倉ちゃんって呼んでくださる方もいるし、
ミート&グリートとかだとれいなちゃんって呼ばれてます。れいなちゃん嬉しいかもしれないですね。れいにゃは？れいにゃいいですね。でもなんか恥ずかしいな。れいにゃ？れいにゃですかね。おいでやす小田倉。一文字違い。小田さん好きですよ。なんかあのあれですよね、キレゲーがもういつもキレッキレで、芸人さんの YouTube とかもよく見るんですけどね、うん、面白い人、面白いの大好きです。レイニャン可愛い。本当に確かにレイニャンっていいですね。なんでパワー担当になったの？パワー担当はですね、私ボクシング、キックボクシングをしばらくやってたんですけど、高1から高2くらいかな、やってたんですけど、そのお話をするときに、じゃあ私そのなんだろう、ライブツアー中の MC でみんなが何々担当ですっていう風に自己紹介をしようっていう決めた回があって、その時にこうキックボクシングやってましたっていうのを紹介したので、パワー担当になりました。あ、でも最近あの私ここに筋肉ついたんです。ちょっと見るかな、ここにこれ筋肉ついたんですよ。ちょっと大丈夫かな、え、大丈夫、大丈夫ですかね。ここに筋肉つきました。恥ずかしい。3期生と藤吉さん以外で彼女にしたい人は、先輩かな、先輩はって書いてあったのかな、私は、誰だろう、井上里奈さんかもしれないです。あの井上里奈さんはこのツアー中すごく個人的にこう一方的に、なんだろう、とってもあの自分から喋りかけに行かせていただいたのかな、大丈夫かな方で、あの井上さんの隣でこう喋ってる時の司会がすごく好きで、ファンの方々が井上さんを見ると初恋を思い出すっていうのを言ってらっしゃってるのを知ってたので、本当に初恋思い出しました。可愛いってなりますね。どひ、あ、キラキッズの活動の報告。そうですね、ツアー中にあの増本さんが、あ、違う、キラさんがホワイトボードにあの猫さんを描いてて、それにあの猫描きました、私も。だからあのトークを撮ってらっしゃる方、きっとその猫さんの写真送られてきてると思うんですけど、いるかもしれないです。増本さんいっぱいお話聞いてくださって、なんだろうな、一回会うたびに絶対喋りかけてくださります。本当に優しくて大好きです。大好きです。伝わってるかな。村山ちゃんに藤吉さん取られちゃうぞ。取れな、取れな。そうなんですよ、ミュウが。なんかミュウもずっと藤吉さんのことを好きっていう風に私に言ってきてて、ミュウとそうですね、藤吉さんの好きなところ言い合ってたんですけど、意外と私もグイグイ言っちゃいますからね。期待しててください。三角関係か。
ージから見た印象のあるスケッチブックありますか？あ、これはそうですね、でっかくキスって書いてあったのが私もすごい印象に残りました。あれ面白かったですね、うん、静寂の暴力どこ歌ってるの？私は街はもう眠たかのところ歌ってます。一人のところはそこかな。そうですね、一人のところはそこです。気づきましたか？ん、うん、低音かっこよい。嬉しい、ありがとうございます。気づいてたよ、すごいすごいな。作恋をする予定はある？そうですね、あるのかな。でも登場できたら嬉しいなって思ってます。楽しみにしててくださいね。私はうーんリリース決定したので先輩方を攻略しようと思ってます。もう1位を狙います。皆さんも一緒に攻略しちゃいましょうね。楽しむぞ。あ、声ん？3期生の声質がバラバラでいいよね。うんうんうん、そうですね、あのマトのミオが低音なんですけど多分曲の最低音を歌ってるのかな。それであのレコーディングの時にあのレコーディングの方にここの音出るっていう風に聞いてもらっていて、マトのミオは余裕で出たみたいで、あのいけます、ミオグッとしてました。さすがって思いますね。あとはあのミユが皆さんが思ってるより多分歌声が高いのかな。だから歌割りが出たら多分皆さん驚かれると思います。すごい可愛い声で。最近はお菓子作ってますか？お菓子作ってますよ。この間はチーズケーキ作りました。美味しかったです。即興でダジャレを言って、即興でダジャレを言って、どうしようかな、どうしよう、よし、整いました。整ったので行きたいと思います。なんかここら辺ちょっと寒いな。寒いな、なんか鼻がムズムズする。ムズムズしちゃうな。クッションにハクションハクションです。どうですか皆さん、笑ってくださいましたか？面白かったかな。面白い、なんか棒読み、棒読みだな。なんか嬉しい、皆さん喜んでくれてる。ありがとうございます、満点大笑いですって嬉しい。ありがとうございます。ナギトのエピソードはある？ナギトのエピソード、そうですね、これも大阪公演の3日目かな。ナギ、あのナギとリカのお部屋にお邪魔したんですけど、夜中の12時から3時くらいまで一緒に話してました。もうずっとなんか
無言の時間とかが1秒たりともなくて永遠と喋ってました。なぎ喋りますよね。なぎはそうだな、あのお披露目前に自己紹介の練習をしてたんですけど、みんなは結構、私とかもそうなんですけど、東京都出身高校3年生18歳小田倉玲奈です、私の特技はくらいのスピードで、だいたい2個くらい特技と自分の紹介が入ってる感じだったんですけど、なぎだけ長野県出身高校2年生小島なぎさです、長野県といえば菅井優香様の別荘があるということですがみたいな、50個くらい情報が詰まった自己紹介してました。喋るの早いですよね。ミーグリ来週ですね、楽しみ。そうですね、楽しみです。私もなんかミーグリは最初の頃はすごい緊張してて、あの来てくださる方一人一人の顔をこうじっと見て、覚えるぞ覚えるぞってあのすごい気を張って頑張ってたんですけど、だんだん皆さんがすごい優しくしてくださったり笑わせてくださるので、もうすごく楽しませていただいています。ありがとうございます。楽しいです、ありがとうございます。なんかリアルミーグリも始まるみたいで、あの私握手会にすごい憧れを抱いていて、やりたいなって思ってたんですけど、こんな機会をいただけるなんて嬉しいです。皆さんのお顔を早く見たいなって思います。会いに来てくださいね。ミーグリって何話したらいいの、何話したらいいんだろう。でもいつも何の話してるかな。私は結構記憶力がいいので、あの喋ったこととか前回着てた服とか結構覚えてるんですよ。だからそのお話ができたり、あとなんだろうな、あとなんだろう、でもいつもたくさん笑ってるっていうイメージがあります。ありがとうございます。最近バイオリン弾いてますか。私バイオリン、私バイオリン実はあのそんなに得意ではなくて、特技ではなかったんですけど、あの自己紹介でこう週に1回自己紹介の練習をしてて、毎週絶対レパートリーを変えてお話ししてたんですけど、もう5回目くらいでレパートリーがなくなってきて、バイオリンだけは出したくないって思ってたので、頑張って出さないように出さないようにっていろいろこう振り絞って頑張って やってたんですけど、一回ちょっと出したらそれいいねってスタッフさんに言っていただいて、もうそこからバイオリンになっちゃいましたね。最近は弾いてないです。桜ミーツ見たでしょ。見ました。振り絞りました今。御社のマヨネーズを振り絞るように頑張りました。ウィンクして、ウィンク、私ウィンクうまいんですよ。いきます。眉毛がめっちゃ下がっちゃう。ぶつけた、バレましたか、バレました、ぶつけて背もたれがどっかに行っちゃいました。よく眠れそうな一言をください。なんだろう、いい夢見てね。合ってるかな。
ツインテールを見たい。ツインテール、こんな感じ。ツインテールです。足のサイズ教えて。足のサイズ、足のサイズ、私 24.5 です。あの手と足が大きくて、これかな、手がすごいでっかいんですよ。うん、髪きれい、嬉しい、ありがとうございます。私髪の量が人の3倍あるんです。あの美容師さんに3倍あるんですっていう風にご相談したら、なんか3倍っていう数値は意外と正しくて、なんか健康な毛穴からは毛が3本生えてるから健康な状態だよって言われました。私の髪の毛健康みたいです。ボリューミーや。そうなんですよ、藤吉さんもねボリューミーって言いますよね。ブログのブレクラレーナちゃん好き。そうブレブレですよね。あのあれはあの前回のブログの一番最初に乗っかってたブログあの写真ですかね。それはあの結構こう帰るまでに時間がなくて、でも写真を撮って皆さんにお見せしたいなって思ってたので歩きながらこうこう撮ったんですけど、そしたらブレちゃいました。でもあれ以外ブレ、あれ以外もブレてて、あれが一番ピントが合ってました。早くトーク始まってほしいね。本当にそう思ってます。私もなんかあの私も先輩方のトークを取らさせていただいていて、毎日こう癒しをいただいているんですけど、私何乗っけようかなってずっと考えてて、そうですね、あのダジャレは思いついたら乗っけようかなって思ってます。楽しみにしててください。村井優ちゃんとのエピソードありますか。村井優ちゃん、村井優ちゃん、あ、村井優ちゃん、あのモノマネできます、いきますね。村井優ちゃん、あのお披露目前の絶対に話を聞いていない村井優をやります。優ってさ、お披露目3月だよね、ドキドキしない、大変だよね、うんうんうん、ゆう絶対話聞いてないよね、うん、あです。ゆうはあのでっかい目をこう見開いて、うんってすごい首を縦に振るんですよ。もうそれが気になって仕方なくて、絶対話聞いてないなって思ってます。そう、相槌の圧がすごいんですよね。怒られちゃう。怒られちゃうかも。いや、もう一つモノマネつながりで、あのリコの真似します。どうしようかな。お弁当を食べていいか毎回私に確認してくるリコやります。ねえねえレイナちゃんさ、このお弁当にした？でもこれってさカロリー高いよね。どうしようどうしよう、まあいいや食べちゃおう。レイナちゃんさ、お弁当全部食べた？リーだけだよ全部食べたの。ねえご飯残ってんじゃんです。リコはなんかいつもこれ食べたら太るかなって
聞いてくるんですけど、そんな量じゃ変わんないって、大丈夫だよっていう確認を取ってきます。すごい可愛いです。可愛いね、本当に可愛いです。あとねえ、れいなちゃん嫌い嘘って言ってきます。可愛いですよね。なんかリコとはおもてなし期間、おもてなし会の練習の期間とツアー中も2人でたくさん練習したんですけど、あのやっぱり振り入れをした日はみんなは結構一人で練習とかもできるくらいこう上手なんですけど、振り入れの初日はやっぱり難しくて、こう頭を整理する時間とかもまだまだ必要で、ですね、鏡の前で次なんだっけっていうのを結構考え、2人で頑張ってるんですけど、こうそれをみんなと一緒に同じくらい踊れるようにするために結構スタジオとかを2人で借りて練習してました。なのでリコとすごい仲が深まったなって感じがします。あ、ユーズのモノマネして、ユーズのモノマネできますよ。そこ曲がったら桜坂で、いいシーンなのに気になりすぎるワイプの中の中島ゆずきやります。ここワイプだと思ってくださいね。でユース肩上がってるんですよね、ちょっと。それ面白くて大好きです。持ちネタ、持ちネタいっぱいあります。うん。アイリのモノマネ、アイリのモノマネ結構難しいんですよね。アイリは谷口アイリです、アイリですって感じですかね。結構滑舌かな、可愛くて、あとえ、何今のなんて言ったってよく聞いてきます。いつもちょっと話を聞いてないっていう、面白いですね。O 型？私は A 型です。え、今日のコツコツタイムありますか？モリアさんのコツコツですかね。コツコツ。やっぱり先輩のモノマネはできない。そうですね、先輩のモノマネはちょっとまだできませんね。うん、リカちゃんのはやってほしいです。わかりました、いきますよ。わー、届きましたか、癒し。癒された、やった、ありがとうございます。お化け屋敷のでかい声好き。私そうですね、私結構皆さんからこうお嬢様だって思っていただけることが多くて、こう物静かそうっていう印象を、そうですね、持っていただくことが多いんですけど、割とうるさい方だと思います。そう、結構喋りますね私は。うおーい、もうですよね。自分でもびっくりしました、あんな声出てるなんて。
美宇ちゃんやってほしいです。村山美宇ちゃん、なんだろう、最近あった言葉、なんか今日いつもと私違くないって言ってきたんで、何かな、わかんないって言ったら、まつげ茶色くしたのって言ってきました。可愛いですね。そんな感じですかね。ほくろ見して、ほくろ、ほくろです、見えるかな。私顔のほくろ結構好きで、もう一つこの辺にほくろがあるんです。この辺に、見えるかな、この辺にほくろがあって、これ結構あの鏡とかで自分の顔見た時にここのほくろ見て、おおいいなって思ってます。時間経つの早くない？早い、もう50分だ、もう、もう40分も経ちました。早い、早いですね、早いです。アイドル界で見たことのないアングル。確かに。さくらちゃんに会ってから子犬座を探すようになったよ。嬉しい。もう子犬座見つけたら私のこと思い出してくださいね。ほくろに腰掛けてもいいですか？腰掛ける、腰掛けますか？ぜひぜひ腰掛けてってください。天様って呼んでる？あ、呼んでます、呼んでます、呼んでます。天様は天様です。あのもう天様は最初の頃からその3期生にたくさん話しかけてくださっていて、あのミート&グリートのサイン会の時に、私がこう終わった後に書いていて、一人で残っていたら頑張れって言ってくれるような、すごい優しい天様です。本当に神様、仏様、天様ですね。先輩方本当に大好きです。3期生は楽屋とかこうレッスンとかでみんなで集まった時に、先輩のことが大好きすぎてずっと先輩の話してます。なんかツアー中の先輩のあそこ、あの先輩のこの表情めちゃくちゃ良くてずっと見てるとか、 なんかあの先輩がこんなことしてくださって優しすぎて大好きみたいな話をしてますね。3期の楽屋見てみたい。3期の楽屋はそうですね、あの向井糸葉、糸ちゃんが本当に楽屋女王でもう糸ちゃんいると楽屋の雰囲気が明るくなります。本当にずっと喋ってます。あのよくやるのがギャルピースが止まらない向井糸葉とかよく見ますね。なんかちょっと揺れてるんですよ、勝手。それが糸ちゃんは楽屋の女王です。楽しいですよ。お洋服選ぶ時のこだわりを教えて。私お洋服、お洋服、お洋服選ぶときはあの結構一目惚れで買います。遠くから見て可愛いと思ったらちょっと行ってみて買ってますね。こんな感じでいいかな、大丈夫かな。
今日のお洋服も可愛いよ。ありがとうございます、嬉しい。いっぱいリボンついてるんです。これ何個だろう、 1,2,3,4,5 個、5個リボンついてます。お店ごと買わないの？お店ごと買いませんね。何色好きなの？このピンクと、ピンクがサイリウムカラーでピンクが好きなのと、あと青色が好きです。よく青色の服着てる気がします。静寂の歌詞の好きな、静寂の暴力の好きな歌詞、好きな歌詞、ベッドに沈んでいくところが好きです。皆さんどこ好きですか？結構、まあ、ベッドに沈んでいくところですね、やっぱり。ブランケット、ああ、確かに。ブランケット。皆さんすごい聞いて、音ハメが気持ちいい、わかります。あの今回静寂の暴力の、振り入れをしてくださった時に、歌詞 の、 この歌ってる方の音じゃなくて、その後ろで鳴ってるリズムで拍を取ってるので、ぴったりハマった時にすごい気持ちいいです。だから最初は曲の、 あの歌詞入りで踊った時はちょっと混乱しました。でもなんとか踊れました。横顔見せて、横顔難しい。かっこよかったです、ありがとうございます。あれは何回も踊ったの？そうなんです、いっぱい踊りました。そうですね、最初から最後までこう通すのも何回もやったし、部分で部分でも何回も踊りました。だから本当に汗だくになって、合宿のことを思い出しました。あのポニーテールなので、合宿中もずっとポニーテールでやってたんですけど、ね、あとメイクもその汗だくになるので、結構すっぴん風のメイクで、多分まつげと眉毛くらいかなだったんですけど、やっぱり合宿を思い出しました。がむしゃら感もそうですね、スペシャル版のエピソードを教えて。スペシャル版は、あの踊ってる最中に井上里奈さんと目が合いました。なんかそれがすごく嬉しくて、ずっとあの目が合った瞬間のことを覚えてます。あとはそうですね、神奈川公演の3日目にスペシャル版を踊らさせていただいて、帰る前に藤吉さんとお話ししてたんですけど、その時にどうだったって聞いてくださって、それが印象に残ってます。あと10分なんですか？本当だ、早い。
嫌よ。目が合った瞬間、井上さんどんな顔してたの？なんだろう。でも目が合った瞬間の顔は、そうですね、あの歌ってらっしゃったのかな、なのであの結構歌詞に合わせた顔をされていて、でも私と目が合った瞬間はちょっとニヤってしてて、あのそれがすごく嬉しかったです。なんか一緒にやってやるぞみたいな感じがしました。それが嬉しかったです。本当に スクショタイムリコも昨日やってます。昨日じゃない、月曜日じゃなくて日曜日やってましたね。やりますどうしよう、スクショタイム。猫こんな感じですかね、うん、ダサピースだ、ダサピース。私指が結構こう曲がるタイプで、意図してなくてもちょっとダサピースになっちゃうかですね。猫になってる時ハートになってる。うん、本当だ、ハートになってる。うさぎ、オーディションで歌った曲は何ですか？あの森七菜さんのスマイルを歌いました。これ言って大丈夫？なんでもないです。うん。ブログ好きです。ありがとうございます。嬉しいです。ブログはあの前日の夜までにはこう出そうって心がけて頑張って書いてるんですけど、10日間この間の時間が空いていて。この間ずっとブログのこと考えてます。次何書こうって、うん、嬉しいな。ついかしこまって読んじゃう。いやー、そんな、もうなんか飲み物片手にこうこんな感じで読んでください、こんな感じで。今日も一日レイナーデーってやって、うん、今日も一日レイナーデー。合ってる？合ってますか？うんうん。あと5分だ、悲しい。よし、あと5分で何ができるかな。レイナちゃんチュキチュキドットコムやって。チュキチュキドットコム。あ、そうだ、明日のこの明日じゃないの告知をします。次回は6月22日21時から22時です。あさってです。お間違いなく楽しみにしててください。これは正面から見た猫です。誰かな。二足歩行ですか？二足歩行です。字が綺麗。嬉しい。実は私中学校の時書道部のキャプテンをやっていましてですね、はい、
やってました。また配信できるといいね。そうですね、次は誰かと一緒にやってみたいです。あとそれつながりだと、私あのオーケストラの部活に入ってるっていう風にそこ曲がったら桜坂で皆さんにお伝えしていて、あのマネージャーやってました。あ、弾いてたしマネージャーもやってました。モノマネしまくって怒られまくってほしい。もう怒られてますよ私。あのリコからはバシバシ叩かれてます。ねえレイナちゃんやめてよって言われてます。でも大体みんなはその喜んでくれますね。え似てるとか言ってます。リコちゃんは私にだけ当たりが強いですね。じゃあ最後にスクショタイムちょっとやってやろうかな。あ、そっか、あなたの心の一等星に行ってやってませんでしたね。行きます。あなたの心の一等星に東京都出身高校3年生18歳小田倉玲奈です。今日は見てくださってありがとうございました。とっても楽しかったです。最初に早口で喋るっていう目標を立てたんですけど、達成できてましたかね。結構今日いっぱい喋っ、自分の中ではいっぱい喋ったかなって思ってるんですけど、どうだろう。皆さん楽しんでいただけましたか。あ、高校3年生って言っちゃった。18歳です。楽しかったです。ありがとうございます。バイバーイ。ありがとうございます。いい夢見てください。またね、バイバーイ。バイバーイ。最後にバーンください。バーンバーン。楽しかったよ。1ヶ月後誕生日だね。あー、そうですね、そうですね。確かに19歳になります。最後に写真ポーズ。うーん、楽しかったです。ありがとう。またねー。うん、わーお疲れーなー。いい夢見てくださいね。明日も頑張りましょう。楽しかったですか？嬉しい。おやすみなさい皆さん。お風呂入って寝てくださいね。またね。お疲れいな。頑張ろう。頑張りましょうね。バイバーイ。バイバーイ。すごい7777揃った。ありがとうございました。すごいゾロ目です。ラッキーだ、ラッキーガール。明日もいいことあるかな。夢で会おうね。レイナグッド。バイバーイ。ありがとうございました。